松山美味しいもの巡り、お日様食堂の紹介、夏メニューの紹介です。今回は体操麺に BLT サンドをいただきました。体操麺、まさかのびっくりの値段なんですよね。3桁の値段で食べられます。甘辛い鯛の煮付けにそうめんが乗っています。だしとよく絡んで、これがとっても美味しいんです。鯛の身もびっちりと入っています。これが本当愛媛の鯛、さすが美味しいんですよ。そうめんとの相性も抜群です。大根もよく煮込まれています。そして夏メニュー、魚のユッケも食べたくなりますよね。ハマチを粗切りにして、それをタレをかけていただきます。それといなり寿司もいただきましたよ。もちろんお野菜もお忘れなく。野菜のバイキング、たくさんの種類の夏野菜を食べてスタミナがつきますよ。鯛そうめんなど夏メニュー楽しんでみてはいかがでしょうか。また秋冬と続編を作っていきたいと思います。